どうもテレです。さあ今回はね、三国無双4をやっていきましょうか。いや、三国無双4はね、ちょっと僕の一番苦手なシリーズなんですよ。今回やるステージはこの黄金の段の黄金島ですね。難易度は5です。もう難易度5のステージってマジむずいのよ。シュラですね。シュラ全然もうねクリアできないんだよね。キャラクタースクユーでいきます。で、まあまず戦闘準備なんですけど、ユニークの豪華、こちらでいきましょうか。これに攻撃付加されてたらよかったんだけど、されてないのはまあ仕方がないですね。で、馬はまあ速飛ばで氷でいいかな。で、防御いらなくて排水で、強属格これでいきましょうか。で、護衛はなしです。でね、生還に関して言うとね、本当にやられやすいですね、味方が。とにかくね、ちょっとでも遅かったら、長方の配下の高尚とか、現世とか、やられますね。で、しかもあと超万世だっけ、誰がやられてたかな、影がやられてたかな、ちょっと忘れたんだけど、この上の味方もやられますね。で、イベントで曹操と孫権を味方にします。じゃないと辛いですね。よし、今回も実況解説です。本当はね、これ一番最初に飛び始めたんですよ、三国無双4でね。で、最初の頃実況プレイでやってたんですけど、総大将のところで配送してね、打ち切れてね、実況解説でしたんですよ。メンタル割られちゃって。でね、これね、宿儺のね、ワンループで倒せるときと倒せないときがあるんですよ。倒せるときは倒せます。今アイテム確認したけど、あれつけてたかなみたいな。南部極め書つけてたよなみたいな。つけてるんですけど、なんかね、ちゃんとヒットしないと1ループで倒せないんですよ。天皇将軍、私にお任せあれ。まあ宿儺ね、ユニークにね、攻撃負荷がついてないので、攻撃力低いんですよね。敵将撃ち取ったよ。で、倒したら長領に合流して、これでね、孫権を味方にすることができるんですよ。で、その時に孫権兵を倒さないようにしましょう。士気下げてしまうと、そのままね、士気4の孫権軍が味方になってしまうので、兵は倒さないで、そのまま放置、逃げ続けて味方にしましょう。そしたらね、士気5で味方になってくれるので。多分ね、士気4だとね、家臣にやられたりする可能性があるので、ここはもう多分士気5の方が絶対いいです。もう我慢して攻撃しないで士気5維持にしましょう。でね、これね、長いんですよ。早い時は早いんですけど、長い時長いのよ。多分ね、長領が交戦してたら多分時間かかるようになってるんじゃないかなと思ってるんですよね。戦ってなかったら多分すぐ味方になってくれると思うんですけど。目覚めよ。来た。良き皇天の世を思うのだ。共に皇天の世を導こう。で、これで孫権が味方になったので、急いでね、長方の配下のね、現世だったかな、現世を救いに行きましょう。曹操軍は直ちに祭壇に向かえ。とにかく救うの大変なのがね、これ現世と交渉、この長方の配下2人がクソ雑魚すぎて、すぐやられるからこいつら。さあ全力で来るがいい。シュシュンね、本当に速攻で殺していかないと、まず宿儺並みの火力じゃないとね、きついね。敵武将を速攻で倒せる武将じゃないと本当に厳しいです。お呼ばずか。敵将撃ち取ったよ。で、この時にもう高所やばいんで、もう親衛隊はいたかな、親衛隊はいるけど、
目離すとすぐやられるので、ここら辺で画面内入れながらこうぐるぐる回って待機。敵兵に攻撃したいんですけど、ここも同じ曹操の士気を下げてしまうとそのまま味方になってしまうから、絶対下げないようにしましょう。ほうってマジなんでこんなむずいんだろうね。おかしいんだよな、どう考えても俺と相性悪いんだよなこのゲーム。いやもしねほうがね、あのなんだろう、三国無双2みたいな難易度だったら俺めちゃめちゃ好きだったかもしれんけど、シュアがねちょっと俺と相性が悪いのよ。目覚めよ良き好天のよ。これで曹操味方になりますね。我が覇道好天と正義、はい、ここに覚醒入ってるんで覚醒取って曹操さん倒しに行きます。このままでは抑えきれない。この時にね超万世かな、確かやられるんですよ。ここはもう運です。あの高層のやつとガチ対決してたらもうダメですね。でここね自分も死ぬけどね味方も死ぬんですよ。結構難しいところだと思うんですよ。その勇気を認めよう。まあさすがにね、でも曹操軍と孫権軍をね倒しての戦意生還は多分きついと思います。間に合わないと思います。でマジで無双本当に強い。3でも強かったのにさ、4はもっと強くなりますからね。危ないよねこれ、よく食らわなかったね。いや本当はね実況動画で撮りたいんですよ。実況プレイで撮りたいんですよね。その方が楽なんですよ。楽なんですけど、それやってたら一生撮れないんですよ。全然クリアできないから。燃え尽きちまいな。強いよなマジで無双強い。でコーソンさん倒したらね、あの分身カウンが来るんですよ。わが部及ばすか。敵将撃ち取ったよ。でね撃破に遅れるとね、たまにね超万世が落石開始してね、自分が落石当たってね、あの HP1 位になったりします、ね、そうなったらもうやり直しです。やばいよね攻撃2倍はえぐい。これ我が魂常に兄弟と共に。敵将撃ち取ったよ。しくよね、体力ゲージが短いからちょっと食らっただけでもやばいんですよ。前半はまだね良かったんですけど、後半からはもうグダグダでもう瀕死になってたかな確か。で劉備の配下倒して、わしの傭兵味わうがいい。で馬乗ってもうゆっくりゆっくり慎重にで無双溜めてみたいな。宿友はな基本騎乗攻撃が強いから、通常攻撃で戦うよりは騎乗攻撃で無双溜めて降りて無双ランプ繰り出すみたいな感じでいいのかな。この後確か拠点制圧したのかな。どうしたっけ。結構時間かかったんだよねここの制圧。火力がやっぱ低いんだよね。これでもね強速つけてるからね。結構時間かかった。防御力上がるからね。全然減らない。
いやもうチキンプレイよ、チキンプレイ。いやマジでね、これじゃないとまず勝てないから。この拠点を守りきる。本当チキンプレイが重要ですよ。三国無双4のね、立ち回りはもうチキンプレイ。で次にね、あの家臣倒しに行きますね。家臣にも配下がいたかな。しかしあれだね、4の BGM もいいね。じゃあ京都の集団など来た皆殺しじゃ。でトウタクのね士気が高、あ倒す。トウタクの士気高いんですよ、6くらい。6だと味方やられてしまうので、急いでね、あの宝徳の式下げもしないとダメですね。式が負けてたらすぐ味方敗走するんで、早くねもう敵武将を倒して式下げないとダメなんですよ。敵将撃ち取ったよ。やばいよね、痛いよね、普通に痛いんだよ一発。これって、我ながら最後で敵将撃ち取ったよ。で、あとね、まだトウタクの配下と、なんだっけ、誰だっけ、トウタクの弟じゃなかった、名前忘れちゃった、トウエツだった、忘れちゃった、あれ漢字の読み方忘れちゃったやん、誰だったあいつ。ホービンだったか。負けるわけにはいかぬのだ。その前に歌詞を書いた。いてー、やばいよね、覚醒でこんな食らう。いいところに玉璽が。怖い怖い怖いな、本当に弓倒せよって思って。我が武を呼ばすか。まだまだだな、本当に俺は砲は本当に苦手なんだよね。撃ち取ったよ。ここに回復あったっけ、 あるんだね。こいつトービンだよね、確かトービンっていう名前でしたね。チキンプレイ、やばくなったら馬の上みたいな。落とされたね、やばいね、食らうんだよ確か、やばいやばいやばいみたいになって、もう俺諦めてたから、あ死んだわこれみたいな。わかる、ここまで来て自分が死ぬって当たり前なんですよ、もうおかしいからね、本当に。しかも中断できないからね。怖っ。最後の戦になろうとは。敵将撃ち取ったよ。でラストはトウタクです、トウタク。あの拠点の中にあの一個肉まんがあるんで、まあ、一応これで全部将棋の全員成果はクリアですね。クリアってかあのまあトウタク倒してないけど、一応条件は達してますね。渋いよな、本当に渋いと思う。なんで肉まん1個しかないの、せめて片子をよこせよ。全然回復しないもん、一発食らったら死ぬからね、これでも。虫め、叩き落としてやる。いやマジ俺チキってたもんな、マジ怖くて。
マジで怖いもん。なんでこんな HP で戦わないといけないのみたいな。おかしいでしょ。すごい怖い。これで勝ったかな。よし、これでね、ホーキンの乱のホーキン島の帝全員生還&全部仕上げ派はクリアですね。今回 NGC ありますのでよろしければご覧ください。新しい護衛部この方は本当に難しいね。全然ラストでやられることもあるから。それではね、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。武装を貯めて。とりあえずもう火だめしないようにしないと絶対ダメなんで、間に合うかな交渉。結構ギリギリですね。てかやばい、相当やばいと思う。死んだんじゃね。天の声に耳を傾けよう。生きてる、生きてんの。いや死んでるわな。いや、そうなんだよ。でもめっちゃ早いんすよ。自分も死ぬし、で、味方の配送もめちゃめちゃ早いんすよ。くそまずいっすからね。この宿友の火力を持ってでも、生還するのがめちゃめちゃきついんすよ、4って。4ってやばいっすかね、普通に。生還とかいう問題じゃないから、まず。クリアするのが困難だから。やめてくれって。これでトウタク挑むのかよ、俺。くっそー。腹立つわ。こういうのいらないって。やばいって、HP。もう、無双砲が上手い人、ほんと羨ましいわ。ほんとに羨ましい。うるさい虫め。死ぬ。叩き落としてやる。マジかよ。こういうのがあるからな、落石やべえな、マジで。